ほとんど粉でしょ、これ。最後に味噌を入れましょう。これはね、鉄則です。はい。どうも、パープリンです。はい、ということですね。今回ですね、試行シリーズでございます。僕ね、もう4本目なんですけども、また立ってます。また立ってます。地に足がついてます。たまには泥酔せずに、おとなしく締めたいということでですね、今回はですね、締めの試行シリーズでございます。試行の味噌汁。味噌汁って、やっぱご家庭の味とかがいろいろあるし、何がじゃあ試行なんだっていうのがあると思うんですけども、僕が思う一番美味しい味噌汁、ついに発見しました。超自信作だから、説明をしたいがために僕はさっきまでベロベロだったんですけども、今、衝撃保ちました。誰でも簡単にできる、毎日の生活で絶対に使える実用的な味噌汁、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料、やっていきたいと思います。まずね、具ですね。具はね、長ネギ、お豆腐。長ネギは半本 60g ぐらい、絹豆腐が 150g だ、半丁ですね。これはね、別にね、わかめにしていただいても、じゃがいもとか玉ねぎにしていただいてもお好きなもんでいいです。僕はこれが好きっていうだけ。重要なのが鰹節、8g 使います。買った方がいいです。でも、まあ、なんか 4g のパックとか売ってるんで、2つ使えば全然いいんですけども、 8g から 9g ぐらい、大体3人前ぐらいは作れますね。お味噌なんですけども、花丸木の僕は田舎味噌っていうの、無添加のものにしてください。あの、出汁入りはやめてください。無添加のものにしてください。で、今回はもう出汁をカツオとあるもう一つの調味料で取るので、むしろこっちの出汁いらないんですよ。無添加、出汁が入ってない味噌を使ってください。僕は田舎味噌。味の素です。はい。味噌汁にはあんま使わないじゃないですか。味噌汁に味の素って最高に合うんですよ。はい。これは何で合うかっていうのをこれを説明しながらやっていきたいと思います。じゃあ、早速やっていきたいと思います。至高の味噌汁を作るっていう上で何が大切かっていうと、やっぱ味噌汁ってね、やっぱ締めに飲む、ものですから、やっぱね、締めに飲むのが一番うまいですよ。僕を、締めの状態に、持っていくためですね、飲んでいきたいと思います。やっぱりね、締めの状態持っていかないとね、やっぱりね。よいしょ。はい、締めの状態。はい、ということで、はい、じゃあスタッフのみんなと乾杯。乾杯。うめえ。早く味噌汁飲みたくなってきてるでしょ、みんな。俺も早く味噌汁飲みたいもん今。ということで作っていきます。はい、じゃあね、やっていきたいと思います。じゃあまずね、あの、まあネギなんですけども、まあ僕はもう、あの、味噌汁のネギって言ったら小口切りですね。こんな感じで、ちょっと細かく、ね、一口一口に入るような大きさが小口切りになるとね、できてきますんで、よいしょ。こいつね、このままラップかけないんで電子レンジで1分加熱します。これがポイントです。 D の池原さんに教えてもらってるからね、はい、加熱することによってカツオの粉にするの。これをすることにより、お味噌汁ね、鰹の芽をガッと入れることができる。鰹節を粉にしていく。これが大事です。1分加熱したのがこちらです。すっごい温かいんですよ。で、香ばしさも出てくるんですよ。ほら、煙立ってるの分かりますこれ。手で、こうやって揉むんですよ。そうすると、鰹節の水分が完全に飛んでですね、粉になるんですね。大体は、あの、出汁取って鰹節ってこしちゃうんですけども、これこさない。鰹節ごといっちゃいます。沖縄のね、郷土料理で、カチュウユーっていうのがあるんですけども、かつお節と味噌入れて、お湯注ぐだけっていうと、インスタントな調理法なんですけども、それから来てます。ほとんど粉でしょ、これ。この状態まで持っています。すっごいかつおの香りがするんで、このかつおの香りで、北の錦を飲んでいます。うまっ。お味噌汁を実際に沸かして作っていきます。それではやっていきたいと思います。まずね、お水 450cc です。これ、大体3人前ですね。これで火をつけていきます。で、ここにカツオの粉、さっき粉にしたカツオ入れていきます。カツオ粉ですね、はい、中火ぐらいです。中火ぐらいで、味の素ですね、1、2、3、4、5、6、7、8振りです。はい、相当皆さん激怒するやり方だと思いますね。味噌汁に味の素なんて入れたら、せっかくのカツオが台無しじゃないかって言われる方もいらっしゃると思うんですけど、これ全然違うんですね。鰹節って動物性じゃないですか、元鰹じゃないですか。だから、すごくね、鰹節ってイノシン酸が豊富なんですね。
そして今振った、味の素っていうのはグルタミン酸がすごく豊富なんですよ。イノシン酸とグルタミン酸、あの異なる酸が2つ合わさった時に旨味の相乗効果っていうのが生まれるんですね。昆布でもいいんですけども、昆布って水で、ね、結構ね煮出さないといけないんで時間がかかるんですよ。なのでグルタミン酸を抽出してあるこの味の素でやるのが早いんですね。昆布だとね、昆布の香りも出てしまうんで、味の素っていうのは何がいいかっていうと昆布の香りがつかないんです、抽出してあるから。本だしとかでももちろんいいんですけども、顆粒だしとかでもいいんですけども、顆粒だしってあれってしょっぱいんですよね。でもね、この汁って塩気ないんですよ。なぜならほとんどだしの鰹節と味の素を入れてるんで、今のだしの中で塩分がない。だから、これってすごく丁寧に取っただしと同じ状況を作り出してる。塩味がつくとどうなるっていうかというと、味噌をね入れらんなくなるんですよ。味噌ってしょっぱいじゃないですか。だから同じとか顆粒だしとかの塩味を考慮して味噌を減らさなきゃいけなくなっちゃう。でも今回はここに塩味ついてませんから、だから味噌を最大限まで入れられる。だから味噌汁なんだ。だから至高の味噌汁なんだ。つけ方してつけ方飲んでいい、これじゃなくてこれだって。で、沸かしていきます。このね、よどんなこの鰹節の粉が気になる方はこしてください。で、沸いてきましたね。沸いたらちょっと落として、さっき切ったたっぷりのネギを入れます。はい、お豆腐ですね。僕は小さめの方がいいかな。ちょっと細かめに入れましょう。はい、こんな感じでパラパラパラと。で、ここでね、温めます。まだ味噌入れませんよ。お豆腐入れると、お豆腐って結構水分ありますので、ちょっとね、薄まったりするんで、お豆腐以外の、具材を使う場合は、お豆腐入れるとちょっと味が薄まるんだなっていうのを考慮してください。具材を入れたら、もう一回温めましょう。締め状態のみんなに飲ませたいんです。俺がママです。リュウジママです。リュウジママの酒チュッチュです。オハーで酒チュッチュ。オハーで酒チュッチュ。今回、大さじ2杯入れます。僕はもう大さじで取ってこうやってもうこう大さじでね溶かしちゃいます。これ最初にこうちょっと溶かして、でこの時のね火はねごく弱火、沸騰させるとね味噌の香り飛んじゃうんで最後に味噌を入れましょう。これはね鉄則です。はい、なっていきます。はい、でこれね火止めなくていいんですよ。弱火でねふつふつって感じがいいんです。味見てください、味見重要ですから。こういうこと、皆さん量をね、これうちのわんぱくスタッフに食べさなきゃいけないんだ。ちょっとね、全員に飲ませたよ。味噌のしこ汁完成です。できましたので、いただきます。ちょっともう酒はもういい、味噌汁飲みたい。いただきます。どこの味噌汁よりうまい。ほんとにうまい。旅館の味噌汁よこれ。うまっ。インスタントだしでは表現できないのって大体香りなんですよ。カツオの香りが半端ない。うまみ全部出てる。うまっ。あー、すいません、完食してしまいました。みんなご飯よ。大正米で作った至高の味噌汁です。ママいただきます。いただきます。うまっ、めちゃめちゃうまい。うお、何十回も作れないじゃん俺。簡単だからこそすげえ難しかった。うまっ。ネギ食べてよ。あーもう日本に生まれてよかったもうこれ日本のスタンダードにしてほしい。俺がママになるんだよ。鰹節と味の素と味噌だけあれば誰でも作れる。ちゃんと作れ味噌汁、難しいってイメージがあったけど、それが完全に覆された。俺が本気すぎて真面目になっちゃいましたけど、めちゃくちゃうまいんでぜひやってみてください。握っていいですか。これはもう塩よ。塩適量。もう一番味の素。僕が一番味の素うまく使えるんだ。で塩やったらちょっとこう方向図じゃない。これ 150g ね。これね、方向図じゃない。これ塩結びよ。もう中何も入れなくていいから。はい、そしたらねこうやって包むんよ。こうやってで今ね今ね今の時代はね素手で握ったりしないよね。熱っ熱っ。そらそう。
熱いよ、熱っ熱っ、あはあはあ、じゃあお母ちゃんの苦労が分かるわこれ。本当炊きたてのご飯はもう無理無理無理。どうだ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 どう、ほら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 、かわいい。おにぎり山ですよ。これが本当のね。で、そうそうそう。で、おーいい感じに三角打ってますね。こうペタンとペタンとやって。おっ。はい、どうですか。最高に美味しそうな塩結びができましたよ。ほら。熱い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 から早く取って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 、もういい？もういいよ。もういい。